おはようございます。今日はですね、先月キャンプツーリング行って富士に行ってきたんですが、今日はですね、ソロキャンプに挑戦をしたいと思っております。共にするのはシャドウ7班です。今回はちょっと違うスクリーンがちょっと前回と変わってるかと思うんですが、半分カーボンシートを貼りました。それから縁にモールをつけました。いかがでしょうか。真ん中にですね、見えますかね、ちょっと見にくいですね、シックデザインのシールが貼ってあります。これは貼っただけです。前回よりもちょっと荷物は満載しております。まあ、そんなわけで、今日はソロキャンプツーリングに行ってまいります。それでは後で走行動画をアップします。おはようございます。愛吉でございます。先ほども言いましたけれども、今日はですね、ソロツーリングに挑戦をいたします。行き先は、長野県の陣馬形山キャンプ場、無料キャンプ場です。標高1000メートル以上、何メートルなんでしょう、1700ぐらいあるんですかね、そんなないか。まあ山の上のキャンプ場で、今日は一日過ごしたいと思っております。今日は10月の6日日曜日でございます。先月ですね、富士に、キャンプツーリング行った時に思ったんですけれども、ゴールドウィング乗ってる時は ジェットヘルメットでいいですけれども、シャドウ乗ってる時はダメですね、これじゃジェットヘルメットダメですね、走行風が入っても全然ダメです。今日のキャンプは山の上ですので、寒いでしょうね。先月ですね、富士で、キャンプをやった時、朝霧ですが、何度でしたっけ、14度でしたっけ、最低気温。今日はですね、多分10度は十分下回ると、まあ、こういうふうに思うに思い、したがって、ちょっと厚手のトレーナーだとかそういうのを持ってまいりました。それではですね、飯田あたりで多分食材を購入するかと思いますので、その後でまた動画を撮ってまいりたいと思います。それでは、先ほどですね、アピタがありましたので、アピタで、食材を購入ぐらいで、キャンプ地に到着予定です。
忘れたと。小銭入れを持ってる、カード入れと小銭入れを持ったんですよ。カード入れ兼小銭入れ、小銭を含めて3000円ぐらいしかなかったです。したがってカードで、クレジットカードで購入できる。だからお昼ご飯もどっかで食べようと思いましたけれども、お昼ご飯はアピタで弁当を購入しました。まずキャンプ地に着きましたらお昼にします。それからテントを建てようとこう思っております。ああいうスーパーで買うといいですね。氷もドライアイスもありましたよ。ビールだとか野菜、肉、ウインナー購入しましたけれども、ドライアイスと氷を両方保冷バッグに入れてきました。ドライアイス入れると凍っちゃいますかね。どうなんでしょう。もうドライアイスって言ってもね、粉のドライアイスですけども、塊じゃありませんのでね。危ないなぁ。車が降りてくるから。やっぱりキャンプ、昨日からキャンプやってた人多いんですね。バイクの方が見えなかったですが、まだ車がもう5台目ですか、降りてきたの。すべて RV と。6台、7台目。8台目。あと4キロですね。キャンプやるようなところはあるんですか、本当に。お、キャンパーだな。この道は、中に入れちゃいけないんだね。
朝はすごく霧がかかってたんですが、霧がかかってるというよりも雲の中だったんですけれども、もう11時もありまして、非常にいい天気になってきております。いい景色でした。キャンプが終わりまして、飯田まで降りてきました。本当にですね、山は大変ですね、上り下りが。まして、道路がきちっと整備されていないという道路は、キャンプはですね、やっぱり私今回2度目ですので、ソロは初めて、まあ、そういうことですので、もう他にもキャンパーいまして、いろいろ勉強させていただきました。